アメリカ大統領選挙でバイデン氏の勝利が確実となったことを受けて、イギリスの蝋人形館では新たな姿のトランプ大統領の人形が登場しました。ロックダウンとなり、こちらロンドンの観光名所マダム・タッソーも静まり返っています。このひっそりとした中でトランプ大統領の蝋人形が着せ替えられていたんです。ロンドンの蝋人形館マダム・タッソーにお目見えしたのは、赤い帽子に紫のゴルフウェアをまとったトランプ大統領です。これまではスーツ姿でした。トランプ大統領はバイデン氏の当選確実が報じられた際もゴルフに興じていました。マダム・タッソーは、2期目への挑戦はバンカーとなったが、その分ゴルフに時間を費やせるとその意図を説明しています。